画みたいだよね。こういうのを見たことあるよ。月影に照らされた噴水、そのわずかな光を頼りに小説を読んでる少女のもとへ旅先で知り合った愛しい人が訪ねてくるの。ううん、不倫の恋だったから。その二人はこんなに酔っ払ってなかったよ。なんか酔ってること思い出したら気持ち悪くなってきちゃった。あたしドクターが来る前に一本開けてるよ。そういうこと言わないの。あ、なんか本当にクラッときそう。大丈夫大丈夫、これくらい。私ここでいいや。水が飛んできて気持ちいいの。ドクターもこっち来なよ。あ、あれ、ここ背もたれがない。今シャワーを浴びさせてます。いえ、いつものことですから。それより隣のクリスさんに見つからないように、今夜はもうこれで。お預かりします。こちらこそご迷惑おかけしました。おはようございます。お食事をお持ちしました。
します。朝食のお支度をいたします。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。仕事ですから。今年で3年目です。4人の中では一番長くいます。はい。どんな印象を持たれたでしょうか。はい、誰が一番気になりますか。ジョークでもみんななんて言わないでくださいね。お召し上がりください。お祈りはしないのですね。今日は日曜日です。このあと祭壇の間でミサがあるのですが、よろしかったら参列してみませんか。お待ちしてます。ドクター、いらっしゃったのですね。もうちょっと待っててください。司祭様が来たらすぐに始まりますから。ドクター、ボンジョルノ。Thank you.
トマトにも弱いよ。よう、珍しいな。こりゃひでえ格好だ。ネクタイもしねえでミサに出る気かよ。日本人ってな、どこにでも同じ服で顔出すんだよな。お待たせいたしました。それでは本日のミサを執り行います。ミサへご参列いただける。はい、この私がミサを司ります。どうしました？そうですか。では本日のミサを。はい、そうですね、昼過ぎまでは。もちろん構いません。それで結構です。父と子と聖霊の御名によりて、アーメン。神よ、私は罪を犯して心から愛しているあなたに背いたことを深く悔やんでいます。御子イエズス・キリストが十字架の上で流された御血によって私の犯した罪をお許しください。お恵みによって心を改め、再び罪を犯してあなたの愛に背くことのないよう決心いたします。天の意図高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。
知りません。はじめに言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき。ご見学ありがとうございました。ご感想はいかがでしたか。それは何よりです。願わくば次のミサもご参列ください。お待ちしています。
にします。